クリスタル・バーナード・クリスタル・バーナードは、テキサス州、ガーランド生まれの米国の女優、歌手。彼女のエンターテイナーとしてのスタートは、姉のロビン・バーナードと一緒にゴスペルを歌うという、形で始まった。歌には、反進化論の、猿の歌、世界教会運動がある。成人してからも、宗教的な歌を含むアルバムを発表し続けている。テキサス州ヒューストンで成長しながら、 最初はアレーシアターで演技の才能を磨いた。その後、ベーラー大学で演技と国際関係論を学んだ。プライムタイムでのデビューはシチュエーションコメディーハッピーデイズでのケイシー・カニンガム役。そして最初にスターの座を射止めたのはシチュエーションコメディレストランは大騒ぎでのウェイトレス、エイミー・トンプキンス役であった。しかし、 最もよく知られている役柄は、シチュエーションコメディー、ウィングスでの強い意志を持った空港のランチカウンターの経営者、ヘレン・チャペル・ハケットで、この番組の放送期間中ずっと、この役柄を演じた。最もよく知られている映画出演は、マッドロックキラーでのコート・ニー・ベイツ役である。シャギー・ヘアスタイルで知られており、これまで様々な役柄を演じたことがあるが、 そのヘアスタイルで通している。ウィングスにおける人気の絶頂期は、ジムのチェーン、旧、ザ・スポーツクラブのスポークスマンで、米国中の広告で、彼女が見かけられた。女優に加え、歌手、作詞家として、音楽のキャリアを積んでいる。ピーター・セテラとデュエットした、ヒット曲、Forever Tonight を歌ったことで最も知られている。アルバムには、ザ・ガール・ネクスト・ドア、 ドントタッチミーゼアがある。校舎には、父と一緒にレコーディングしたゴスピル曲が一曲と、カントリーミュージック歌手、ビリー・ディーンと一緒に歌った曲が含まれている。ウィングスの終了後、何度か舞台に立ってきた。2001年、アニーオジュ銃オトレのブロードウェイリバイバルで、アニー・オークレイを演じたほか、1999年のロサンゼルスのプロダクションのロンリー・ハートに出演、2005年、 カリフォルニア州バーバンクのファルコンシアターのバーバラの結婚式でモーリーを演じた。最近パラダイスへようこそという宗教的な家族向け映画作品を撮り終えた。カリフォルニア州のビバリーヒルズに住んでいる。ありがとうございます。